はい。皆様、こんにちは。カワポンです。えっ、ー、と、今日はね、えっ、ー、と、総計で2025年度の入試で、英語の外部検定ができるところの、えっ、ー、と、すべてのところのご紹介になります。で、今回は、あの、英検でのスコアでのごれ、えー、紹介になりますので、えー、ご了承ください。えー、ちなみに、これらの情報に関しては、すべて、あの、カワポン資料1の上位次第、平眼パックに入ってますので、えー、もしご興味ある方は、ぜひコメントをご覧ください。調べる手間が激減しますのでね。 ではね、早速ポイントを言ってまいります。で、慶応に関しては、あの、文学部で今回初めてね、2025年度に、あの、英語外部検定利用が初導入されます。で、えっとね、まあ、いわゆるその、い、一般の個別学部の、えっと、入試と同じ枠組みで行われます。 で、出願条件が、えっ、ー、とね、英検スコア2500から出願できます。これ、何級の受験でも大丈夫ですし、えっ、ー、と、受験級、受験の合否に関わりありませんので、不合格でも使えます。で、2500点で提出した場合どうなるかっていうと、実際のその個別学部入試の英語が免除になります。で、スコアに応じて特典換算という形になります。 で、一応、これで申し込んだ場合はですね、あの、普通の、その、一般入試の三教科で受ける、あれの英語は受けれない形になりますので、えっ、ー、と、まあ、どっちか受けて高い方、あ、両方受けてね、高い方が採用されるというシステムにはならないようですので、えっ、ー、と、もうこれで申し込んだ場合は、えー、もうこれのみで英語は決定するという形になります。で、えっ、ー、と、まあ、2500点からね、得点換算で、これなの、換算基準は当然非公表なんですけどね。で、まあ、経由も、も初めての試みですので、 まあ実際どれぐらいの制度が申し込んでいるのか、なかなか予想も難しいんじゃないかと思うんですね。えっ、ー、と、でですね、じゃあ、一応その加減ラインが2500で、まあ、高ければ高いほど高く換算されるんですけど、えー、これね、じゃあ、加減の2500で申し込んで、えっ、ー、と、果たして、えー、有利なのかという話なんですけども、ちょっとわからないですけど、2500だとね、これもうご存知の通りね、かなりのハイスコアになりますので、 まあ一応、えー、加減の条件ではありますけど、えっと、2500あればね、あの、まあ、出願に値するのかなというふうにちょっと考えております。はい。えー、そんなところでございます。はい。な経由は一応文学部の、えー、個別学部入試のみで、 えっと、外部検定が使用されます、使用できます。で、早稲田に関してはね、産学部ありまして、まず文学部と文化構想学部で使用できます。これはね、扱いは全く一緒です。 で、あの、個別学部入試と同じ日程で行われますけど、これ定員が別学になりますので、普通にあの三教科で受ける一般入試と、この英語外部4、えっ、ー、と、英語技能方式で受けるやつですね。これ定員が別々になります。で、今回ね、あの、2025年は特に、の一般の三教科方式の定員がだいぶ減りまして、両学部。えー、で、文学、えー 英語4技能の方に2つの学部とも定員を増加させてますので、ぜひね、あの、志望度が強い方に関しては、ぜひちょっと積極的に考えられてもいいのかなと思います。でちなみにこれは、あの、これで申し込んでも、あの、英語の普通の三教科方式とあの併用できます。ちょっとね、えー、まあ、チャンスが2回あるという感じなんですけどね。それで、 えっと、まあ、この英語4技能で申し込む場合は、えっとね、英検のスコアが2200があれば、えっと、英語がもう完全免除になります。<laughs> で、これはね、難級の受験でも、不合格でも使えます。で、ただね、その各技能、4技能あるんですけど、1技能でもね、500点を下回ってしまうと、出願できませんので、そこだけクリアしていただいて、合計2200点あれば出願できます。で、これ、英語免除になりまして、国語と選択科目での、もう完全合否決定になります。もう、2科目勝負ですね、えー。ということになります。でね、えっと、文と文法に関してはね、英語に関してはもうかなり難しいです。ハイレベル 英単語も多いですし、結構運の要素も絡むと考えてますので、でまあ、それが免除できるってね、結構やっぱ大きなことだと思うんですね。特にその英語はちょっと苦手だけど、国語と選択科目に自信があるという方にかなり適した、えー、入試方式かなと思いますので、えー、そういう方はぜひね、ご検討ください。そしてあとね、国際教養学部になります。で、これはね、個別学部入試で行われるんですけど、あの、これね、あの、特に、 必須がありません。えっ、ー、と、任意で提出します。で、任意で提出すれば、あの、合格級に応じて、えっ、ー、と、合計点に加点してくれるというシステムになります。なのでね、これあの、2級でもね、 7点加点してくれますんでね。これはもう絶対に出した方がいいですよね。で、まあ、11が14点。で、1級が20点ですけどね。1級持ってる方はね、まあ、そんなにいないと思うんですよ。国際教育学部でもね。ですので、まあ、あの、11とかね、2級お持ちの方は、これ絶対提出してください。80、180点満点にね、加点していただきま、して、してくれますのでね。えー、ということで今日はね、えー、と、総計の、えー、と、英語外部検定が使えるところ、すべてのご紹介になりました。ありがとうございました。